どうも、競技カルタ名人の川瀬正義です。僕の人生をかけての目標は、みんなが存分にカルタを楽しめる世界を作ることです。そのための手段として、2030年に競技カルタのプロ化、2040年にカルタ専用の大会会場の設立の2つを掲げて、このカルタクラブチャンネルやウェブサイト、オンラインカルタ部、カルタクラブルームの運営などをしております。この聞くだけカルタクラブでは、リスナーの皆さんからいただいたコメントを参考に、カルタの見て楽しい、やって楽しい、勝って楽しいにまつわる話を週3日、火曜、木曜、土曜に10分くらいでお届けしております。ということで、本日も聞くだけカルタクラブ始めていきたいと思います。さて、今日はですね、タイトル、怪我テストで実力を落とさないということで、怪我とかテストで練習できないっていう期間がどうしてもできちゃうと思うんですよね。そういう時にどうやって実力を落とさないようにするかみたいな話をしていきたいと思っております。本題の前にお知らせをさせてください。2月の19日ですにですね、ちはやふる小倉山杯というビッグタイトルですね、競技カルタのビッグタイトルがあります。で、その現地観戦の申し込みの締め切りが明日1月15日に迫っておりますので、お知らせさせてください。で、今回のチャイフログラヤマ杯はですね、トップ選手8名が出場します。名人、クイーンとか、リストがもう出場選手決まってるので、そちらは概要欄に貼っておくんですけれども、そういう本当に競技カルタの世界を代表するトップ、選ばれたトップ8名が試合をします。で、僕も名人として出場をしますので、ぜひ見ていただけたら嬉しいなと思っております。で、もちろん1月7日に激戦を繰り広げた久米原さんとかも出場しますので、もしかしたら当たるか分かんないんですけどね、久米原さんとの再戦もあり得るっていうところなので、また熱戦を期待していただけたら嬉しいです。で、こちら YouTube での放送もされるんですけれども、現地観戦と、あともう一つですね、パブリックビューイングという、競技カルタって基本黙って観戦するものが普通だったんですけれども、今回声を出しながら、解説をその場で聞きながら、大声で応援しながら、画面に向かってなんですけどね、っていうような観戦スタイルが新しくできまして、そちらの申し込みの締め切りも明日1月15日日曜日になっていますので、ぜひそちらにも申し込みして現地に来ていただけると嬉しいです。で、その申し込みのリンクの方も概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、皆さんの熱い応援を期待しております。僕は選手として頑張りますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、本題に入っていきたいと思います。で、そう、怪我テストで実力を落とさないで練習できないっていう時にどうするかっていう話になるんですけど、結論を言っちゃうと、できれば試合形式の練習をしましょう。だから練習できないって言いつつも練習するしかない。だから環境的にできなくてもやるっていうのが一番重要であり、それやんないとやっぱりどうしても実力が落ちてっちゃうよねっていう話にはなるんですけれども、それだと面白くないので、もう少しですね、深掘って話していきたいなと思います。で、まず話していきたいのが、その怪我とかテストで練習できなかったっていう時に何が落ちるのかっていうことですよね。実力が落ちるのは、練習しなかったら皆さんなんとなく感じますよね。いやー、ちょっと下手になったなみたいなこと、カルタに限らないと思うんですよ。本当に何やってても少し期間を空けると、ちょっとあれ、できてたことがちょっとできなくなっちゃったなみたいなことってよくあると思っていて、そこが何なのかっていうのをちゃんと把握することで実力を落とさないようにしましょう、する、ヒントを得るってですかね、実力を落とさないヒントを得ましょうっていうのが今日の話になります。で、どの業界でもそうだと思うんですけど、多分一番落ちるのって体なんですよね。体を動かすところが落ちるのかなと思います。で、これに関しては、期間が空いている間に体を動かしてないから筋力が落ちるっていう側面と、あとは私生活の中で脂肪がついたりとかして体重が変わるとか、あとは本当に筋肉って生き物なので、
なんですか、固まっちゃったりとか、あとは伸びすぎたりで関節も固まったりするので、そのあたりの状態っていうのが常に変化してるんですよね。だからそこがやっぱり期間を空けてるとそれだけ変化が大きいっていう話になるので、その変化についていけないで、なんか前できてたことができなくなってくる、あるいはまあ久しぶりにやったら筋肉痛になるっていうこともあると思うんですけど、その筋力不足が出てきて、あの実力が発揮できないっていうような話になると思うんですね。で、多くのスポーツはそれでそれだけなのかなってちょっと思ってるんですけど、まあもう一個勝負感みたいなのはあるとは思うんですけど、基本は体だけかなと思っていて、ただカルタの場合もう一個大事な要素があって、あの札を覚える力のお話ですね。その暗記力ですね。だから札を覚えるのが、まあ、僕の体感として練習期間が空いて一番落ちるのって暗記かなと思っていて、本当に落ちていくんですよ。で、あの1試合目はいいんですよ。あの久しぶりにカルタするぞって言って札並べてパッてやると、あ、すげえ頭に入る、あ、久しぶりだからね、あの前の暗記とかがないから綺麗に入るんだけど、その後の札の動いたっていうのが全然対応できないっていうのが僕の体感です。で、多分そこは皆さんも同じなんじゃないかなと勝手に想像してるんですけれども、まあ、そこをどうやって落とさないようにするかっていう話が一番カルタの場合は肝になるのかな。まあもちろんさっき話した体を動かす方も大事なんですよね。そこが結構大事になる、あの札を覚える方の力をどう維持するかっていうのが結構大事になると思っています。で、この札を覚える方の話、一応ですね、もう少し札を覚えるって言ってももうちょっと細かくしておくと、札を覚えて、そこからまあ覚えた札を認識して、だから音を聞いて札を覚えた、あの暗記につなげて体を動かすっていうところまでがまあ取るっていう動作になるんですけど、そのなんですか、音を聞くタイミングっていうのは多分変わらないんですよ。あの音を聞く、あの練習期間が空いて音を聞くタイミング、あ、なんか反応が悪かったなって思うことあるかもしれないですけど、多分音を認識してるタイミングは変わらなくって、その後にその暗記と結びつけるところですね。音は聞こえている、認識できてるんだけど、そこから暗記の方、だから札の場所とかに頭の中でつながるところでちょっとラグが生じちゃうっていうのがあるので、まあ、そこのラグも含めて、まあ、札の暗記、まあ、頭の中で起きてることっていう意味で、まあ、そこに能力の低下みたいなところがあると思ってるんですけども、まあ、それをどうやってカバーするかですね。で、まあ、やり方としてはまあ試合しないでね、試合しないでやる方法って多分ないんじゃないかなと思っていて、ここに関してはその札を、まあ、暗記15分の暗記を仮に、まあ、試合しないとして、ね、札取らないとして15分の暗記して覚えました、じゃあちょっと練習なので札移動します、覚え直します、移動します、覚え直しますって意味わかんないじゃないですかあの札実際に取らないと多分暗記が入ってたかどうか、入ってちゃんと動けるかどうかの確認っていうのができないので、あんまりそういう練習って意味ないなと思っていて、そこが結構難しいところかなと思っています。で、まあ、そういう意味だと札を覚える力をそのなんですか、落とさないようにするには試合するしかない。で、試合するしかないんだけど、まあなんかこう怪我で体実際に動かせないしとか、あとテストでその畳の部屋に入れてもらえないとかいう場合にどうするかっていうと、まあカルタオンライン、競技カルタオンラインっていうスマホのアプリの、まあ、カルタの模擬ゲームって言えばいいんですかね、があるので、まあ、それやると、あの音聞いて、まあ、指先だけなんですけど、あの札を取るっていうことを結構手軽にできるので、意外と練習になる、あの実力を落とさない練習になるんじゃないかなと思うので、ぜひ試してみていただけたらいいのかなと思います。で、もう一個体を動かす力の方の話に戻るんですけども、その、まあ、結局これに関しては払い練をするしかないかなと思っていて、できるだけカルタの動作をやるっていうことですね。で、まあ、筋トレとかでもある程度はカバー、筋トレとかランニングとかである程度カバーできる部分はあると思うんですけど、カルタって特殊な動きをよくするので、なんか謎の中腰で足と正座もどきの姿勢で踏ん張ってドンってやるっていう動作を、今のところ僕自身は筋トレでカバーする方法が見当たっていない、あのカルタに必要な筋力だけをいい感じに鍛える方法にたどり着けていないので、その札を取る姿勢を取らずに体動かす方法を
まあ維持するっていう方法にたどり着けてないんですよね。なのでやっぱり払い練するしかないかなと思うんですよね。まあ畳に触れない、札に触れないって言われるとちょっと困っちゃうんですけど、多分そこはやらざるを得ないかなと思っています。まあ座布団敷いてちょっとこう前かがみになって腕をブンブン振ってみるぐらいでも全然いいと思うので、できればその体カルタにできるだけ近い姿勢で、自分の構えに近い姿勢で体を動かすっていう練習をしてあげるときっといいんじゃないかなというふうに思います。で、まあちらっと出たもう一個、落ちるとすると勝負感っていう話があるんですけど、まあ勝負感って言ってるぐらいですからね、これは本当に試合しないと多分身につかないっていう話になるので、残念ながら試合せずに、実力を落とさない方法はないんじゃないかなと思っております。ということで、まあ、結論としては試合をできればできない環境であってもするっていうのがまあ一番なんですけれども、まあ、怪我とかテストでどうしてもできない場合は、まあ、競技カルタオンラインやったり払い練をやったりっていうところで、まあ、札を覚える方と体を動かす力みたいなところをなんとか維持するっていうのが、まあ、一つやり方として考えられるんじゃないかなと思うので、今回ちょっとご紹介してみました。ということで、本日の放送を終わりにしたいと思います。オンラインカルタ部カルタクラブルームでは参加している部員の皆さんのカルタのお悩みの相談に乗っております。他にも僕が培ったカルタが強くなるノウハウを限定記事限定動画の形でまとめておりますので、興味がある方はぜひ部員になってみてください。はい、ですね、まあ、今日の話、実はこのカルタクラブルームの中でしばらくカルタできないんですっていう方のお悩みの相談に乗ったことをきっかけに話しています。で、まあ、今回はですね、実力を落とさないっていう方にフォーカスして今話をしていったんですけれども、まあ、怪我テストでできないとかいう時に、まあ、実力をまあ落とさないだけじゃなく、何かうまく強くなるための練習ができないかなみたいな話を部活の中ではお話ししておりますので、まあ、そちらもぜひ興味がある方は覗いてみていただけると嬉しいのかなと思います。はい、ということで、最後まで聞いていただきありがとうございました。カルタクラブの川瀬正義でした。明日も皆さんに良い流れが来ますように。バイバイ。